班が激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴーテン君、なんでこんなところに。うん、タンクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、魔人ブってやつ見たい。ゴー、ヤッホー。その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げる違うな、このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって。どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったって。見つかったジュンはどういうことだ。使わせてもらうぞ、貴様を。やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビリーに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ。しまった。
いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろカカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビリーの思うつぼ、エネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。オラに本気を出させるためにわざとバビリーの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビリー、周りに誰もいない場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。すまねえカヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビリーやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあやれやるんだ。断る。海王神たちが何をしようと
俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね、太陽神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ、言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない、バビディに支配されながら逆らうこともできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前に蘇っては。なるほど、そうだね。パッパラパー。あ、ようこそ。ベジータ、おあつらえ向きのいい場所だ。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ、あの世での修行の成果とやらを見せる。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くこりゃ早く終わりそうにはねえな。Thank you.
天才だ。やがって。悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？こうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だからそのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。 これは。え？さっき玉のところから出ていた煙が。
雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、あいつが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんな奴が。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン！なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブー。すごいぞ魔人ブー。上がった。魔人ブーの気が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し、魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことなら、あなたたちのように人間でありながら、これほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。勝てるかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。やつが外に出て人々を襲い出したら、きっと大変なこと。